ミキロケコとミゲルロケ・ファレーロは、スペイントレム出身のサッカー選手。本来のポジションはディフェンダーだが、守備的ミッドフィールダーとしてもプレーできた。18歳の誕生日を迎える前に、イングランドのリバプール FC と契約。2007年から2009年にかけて、同国のオールダムアスレティック AFC、スペインのヘレスシーリーや FC カルタヘナに、レンタル移籍した。 2009年にスペインに戻り、西軍ダ・ディビシオンのレアルベティスに完全移籍した。23歳だった2012年6月、骨盤の悪性腫瘍により死去した。カタルーニャ州、リエイダ県トレム出身であり、地元のウェリエイダの下部組織に所属していたが、17歳の時にスペイン人のラファエル・ベニテス監督が率いるイングランドのリバプール FC と契約した。 2006年の FA ユースカップ決勝、マンチェスターシティ FC 戦では、ファーストレグ、セカンドレグともに途中出場した。2006年12月5日、2006から07、シーズンの UEFA チャンピオンズリーググループリーグ、ガラタサライ SK 戦では、同じスペイン人のシャビアロンソとの交代で途中、出場して、トップチームデビューを果たした。 2006から07シーズン後半戦は、フットボールリーグ1のオールダムアスレティック AFC にレンタル移籍したが、出場機会は稀であった。その後の2年間も困難な状況が続き、2007から08シーズンは母国のセグンダディビシオンヘレス CD にレンタル移籍したもののリーグ戦の出場は1試合に終わった。2008から09シーズンは、 セグンダ・ディビシオン B の FC カルタヘナにレンタル移籍し30試合に出場してセグンダ・ディビシオン昇格に貢献した。2009年7月スペインに戻ってセグンダ・ディビシオンのレアルベティスと契約し B チームに加わった。2010から11シーズンはトップチームの選手となり12試合に出場して2年ぶりのプリメーラ・ディビシオン昇格に貢献した。 2011年3月5日、背中の問題のために定期的な検診を受けたが骨盤の悪性腫瘍と診断された。5月には6時間にも及ぶ悪性腫瘍部分の切除手術を受けたが、この病気の手術には保険が適用されなかったため、クラブとサポーターはホワイトリストバンドを販売し、その売上金を手術費用に充てることで見記録をサポートした。 24歳の誕生日を2週間後に控えた2012年6月24日、1年の闘病生活の後にバルセロナの病院で死去した。彼の死は UEFA ユーロ2 0 1 2に出場中のスペイン代表選手にも伝わり、ツイッターでは多くのツイートをツイートがなされた。7月2日、ベティスはミキロケが最後につけていた背番号26を 永久欠番とすると発表した。ありがとうございます。